今回皆さんにご紹介するのは、大海軍が戦前から戦後にかけて運用していた海防戦艦トンブリについてです。このトンブリ級戦艦、実は日本で建造された船なのです。トンブリは数少ない外国海軍で使用された日本製の大型軍艦で、大海軍では主力艦になっていた艦艇です。タイはアジアが欧米の植民地支配に侵食されていた時代、日本とともに植民地にならなかった国で、太平洋戦争中には日本の同盟国になっていました。インドシナ半島中央部とマレー半島北部に位置するタイは、かつて西はイギリス領のビルマとマレー半島、東はフランス領のインドシナという二大植民地大国の領域に挟まれていました。しかしそれが幸いして英仏が緩衝地帯を必要としたため、タイはどちらの植民地になることもありませんでした。大国の思惑によってタイの独立は守られていました。しかし無傷というわけにはいかず、タイは列強によって領土の一部を割譲させられたり、不平等条約を飲まされたりといった屈辱的な経験をしていました。タイでは19世紀から国王ラーマ5世の改革などにより近代化が進められ、それに伴って通商条約を結んでいたイギリスから巡洋艦を購入したりと、海軍も強化していきました。その後もラタナコシンドラ級砲艦の購入など、イギリスへの発注も続いていましたが、それに加えて20世紀に入ると同じアジアの日本が海軍国として台頭してきたため、日本からも艦艇を購入するようになります。タイでは海軍が初代神風型駆逐艦の同型艦をスアルタユンチョン級水雷艇として購入したほか、艦艇だけでなく95式軽戦車や97式戦闘機、97式軽爆撃機、一式戦闘機など、戦前から戦時中にかけてたくさんの日本製兵器を導入しています。タイが海軍を増強していたのは、国境を接する仏領インドシナのフランス海軍に対抗するためでした。タイ海軍では1934年から拡張計画を策定し、潜水艦、スループ、給油艦など日本から多くの艦艇を購入していきました。その中に含まれていた目玉ともいえる艦艇が、トンブリ級と呼ばれる2隻の海防戦艦でした。トンブリ級海防戦艦は全長 76.5m、 排水量2265トン、最大速力 15.5 ノットで、武装として 20.3 センチ連装砲や 7.6 センチ単装砲、美式40ミリ機銃、13.2 ミリ高射機関砲などを備えています。トンブリという名前は、当時のタイの王朝であったチャクリー朝の前の王朝であるトンブリ朝から取られています。2番艦の艦名はスリアユタヤで、こちらは戦国時代から江戸時代にかけてのタイの王朝で、日本人の武士山田長政が仕えたことでも有名なアユタヤ朝から取られています。タイ海軍では王や女王、王朝の名前から艦艇が命名されていました。トンブリ級は2隻とも日本にある神戸川崎造船所で建造され、1938年に竣工しました。搭載されている兵器も日本海軍の艦艇と同じものが装備されています。海防戦艦という名前は聞き慣れないものですが、これは自国の海岸線防衛を目的に作られた兵器で、小さな船体に比較的大口径で強力な砲を搭載し、砲塔や艦橋には装甲も施した軍艦です。自国の沿岸で運用されるため、航続距離は短いのが一般的でした。戦力としては通常の戦艦と比べるべくもありませんが、戦艦を持つことができない中小国海軍では、海防戦艦が大切な主力艦として扱われていることもありました。主砲の 20.3 センチ連装砲は日本の従順にも搭載されていたもので、一説には空母赤城、加賀が全通甲板空母に改装される際、
撤去したものが流用されたとも言われます。装甲は環境、四方部などが最大102ミリで青葉型を上回り、妙高型と同程度という従順クラスの厚い装甲を持っていました。どんぶりは日本海軍の巡洋艦と外観も似ていて、艦橋は古高型や青葉型、砲塔は妙高型との類似性が見られます。さて、どんぶりを戦力とした大海軍でしたが、第二次大戦勃発してもしばらくの間大は中立を維持していました。しかし1940年6月のフランス降伏に伴い、少し状況が変わります。フランスの威信の低下と日本が不釣領インドシナに進駐したのを見て、タイはこれをかつてフランスに取られた領土を取り返すチャンスと考えました。タイの丘陵は南部仏印にあるため、日本が南仏にまで手を伸ばすと取り戻すことができなくなります。そのためフランス降伏後に成立したビシーフランスへの返還要求が拒否されると、タイは実力で領土を取り戻すことを決めました。1940年11月23日、タイ空軍が仏印を爆撃し、対フランス領インドシナ紛争といわれる戦いが勃発します。この紛争でタイ軍はビシーフランス軍を相手に激しい戦闘を行い、やがてタイ海軍と2隻のトンブリ級にも活躍の場が巡ってきます。トンブリにとって最大の見せ場となったのは、1941年1月17日に起きたコーチャン沖海戦です。この時、スリ・アユタヤと水雷艇からなる第一戦隊と、トンブリと水雷艇で構成された第二戦隊の2つの艦隊が、フランス極東艦隊を撃滅するため、バンコク南東にあるコーチャン島へと向かいました。タイ海軍の動きを察知したフランス極東艦隊も、ケージュン、ラモット・ピケや植民地警護用の小型艦艇である通報艦4隻からなる第7戦隊をベトナムのカムラン湾から出撃させ、この海域へと向かわせました。タイとフランスはお互いに航空偵察を行い、フランス軍の水上機ロワール130がタイ海軍を発見します。タイ艦隊2つに分かれているのを知ったフランス海軍は、コーチャン島にいる艦隊の方を攻撃することを決定。これはトンブリの所属する第2戦隊でした。17日早朝、タイ海軍に攻撃を開始しました。まだ敵に気づいていなかったタイ海軍にとっては完全な奇襲攻撃となりました。タイ側は援軍として水雷艇も出撃させますが、6時20分頃は水雷艇2隻が相次いで沈没。一方、トンブリは6時15分頃からラモット・ピケと12000メートルの距離で砲撃戦を開始。ラモット・ピケの主砲は 15.5 センチで 20.3 センチ砲を持つトンブリの方が火力では上回っています。しかし、まだまだ歴史の浅いタイ海軍に対してフランス海軍の方が練度が高く、逆にトンブリがフランス艦艇の集中砲火を受けてしまいます。練度に劣るトンブリはなかなか命中弾を出すことができません。そうこうしているうちに艦橋では火災が起き、射撃式装置も火に包まれて砲撃ができなくなってしまいます。トンブリは右舷に浸水を起こして傾斜し、消火もうまくいかず戦場から離脱しました。スリ・アユタヤの第一戦隊も救援に駆けつけますが、その時にはすでに戦闘は終了していました。タイ空軍もラモット・ピケを攻撃しようとしたものの、最初に間違えてトンブリを爆撃してしまった上、肝心のラモット・ピケにも命中弾はありませんでした。フランス艦隊は一隻の喪失艦も出すことなく戦闘を終え、大国の海軍として実力の差を見せつけた戦いになりました。一方、大破したトンブリはその後も修復しようとしたものの、午後4時40分、コーチャン島北東の浅瀬に横転して格座。タイ海軍は貴重な海防戦艦1隻を失う結果になりました。格座したトンブリは戦争中に日本が引き上げ修理したものの、
損傷が大きく使い物にならないと判断され、港に係留されたままで練習艦として使われました。太平洋戦争中、タイは日本と同盟を結びましたが、この後タイ海軍は大きな海戦を経験することはありませんでした。2番艦のスリ・アユタヤ戦争を生き残ったものの、1951年に起きたクーデターにより沈没、後に解体されています。現在トンブリは解体され、環境と一番宝刀は太陽立海軍兵学校に保存展示されています。戦前の日本海軍の艦艇はほとんどが戦没したり処分されてしまっているため、トンブリは戦前の日本で建造された艦艇を今に残す貴重な存在の一つと言えます。いかがだったでしょうか。よろしければ動画へ評価やコメントをいただければありがたいです。では、次回の動画でお会いしましょう。